クシー210って呼び方合ってんのか分かんないけど、イクシー210、こっち側が前回やったやつの残骸なんだけど、前回やった時に電源入んなかったんだけど、一回バラバラにして組み立てたら、こうなんと電源が入るんだよね。たまにこういうことあるよね。一回バラバラにして戻したら不具合がなくなったとかっていうのはたまにあるよね。もう液晶割れてっからダメなんだこれ。こっちが新たにジャンク品で手に入れたイクシー210なんだけど、電源は入るけど、この画面が真っ暗。液晶が壊れてるとかじゃなくて、多分ね、絞りがぶっ壊れてんだよね。液晶が壊れてたらもうこの文字とかも映んないから、液晶が壊れてるんじゃなくて、このレンズの中の絞りがね、壊れて完全に真っ暗になっちゃってると思うんだけど、中の絞りが微塵も開いてないことによって何も表示されずに画面が真っ暗になってると予想するんだけど、こっちの絞りが壊れてないっていう前提だけど、こっちの絞りをこっちに移せば一台復活するんじゃないかなって、ただそれだけの話。で、とりあえずこのレンズの部分までは分解したんだけど、まあ、外観もね、どう見たってこっちの方が綺麗だしね。ただ壊れてるっていう。で、こっちはちょっと、こっちの中身はちょっと動作確認できてないから、壊れてるかもしれないけど、正常に動くっていう前提で、こっちに移すよね。それしかないもんね。選択肢としては。まあ、とりあえずこのレンズをバラす。とりあえずここまでバラしたけど、こっちが壊れてないっていう前提だけど、これを入れ替えれば、これを入れ替えれば、この絞りが開かないっていうね、この絞りが開かないことによって画面が真っ暗のまんまだと思うから、これが生きてればね、正常に使えるとは思うんだけど、分解したらね、結構汚いっていうの、結構ゴミ入ってるよね。とりあえず清掃して、清掃した後に元に戻す感じかな。とりあえずプラスチックのやつだけは全部水洗いして、
まあ、もうあとは組み立てていくだけ。まあそんな感じでとりあえず終わったんだけど大丈夫でしょう多分。もう大丈夫でしょ。こんな感じ。液晶真っ暗だったのが、まあ、ちゃんと表示されるようになったよね。画像 OK でしょ。動画も OK でしょ。ズームも OK でしょ。ついでにレンズの中も綺麗にしたし、音も入ってるし動画も撮れてるし静止画も動画も OK だし、まあ、ズームも問題ないし、まあそんな感じで。